金剛会、曼羅大蔵曼羅両部神道とは、仏教の神言宗の立場からなされた神道解釈に基づく神仏集合思想である、両部集合神道とも言う。密教では、宇宙は大日如来の権限であるとされる。それは、大日如来を中心にした、金剛会曼羅と大蔵曼羅の劇として表現されている。 この混合会と大蔵会の両部の曼荼羅に描かれた、仏つ薩を本事とし、日本の神々をその衰弱として解釈した。両部神道では、伊勢内空の祭神、アマテラス大神は、大蔵会の大日如来であり、光明大梵天王であり、非天使であるとし、一方、伊勢外空の豊家大宮は、混合会の大日如来であり、屍捨てた梵天王であり、ガツ天使であるとする。 そして伊勢神宮の内宮と外宮は、大蔵界と混合界の両部で、この両部が一体となって、大日如来の権限たる、伊勢神宮を形成しているとした。両部神道とは、これによって、神と仏の究極的一致を説明しようとしたところに、注目した命名である。また、日本初期の三上に、仏教の如来の三味を当てはめ、国のとこたちの尊が発信、国せまず地味ことが、 法人、豊神帝尊が王人であるとし、この三神が合一して、密教の本尊である、大日如来となるともした。また古事記の天神七代は、過去七仏に等しく、また北斗七世の各星を表しているとされた。また伊ざなぎいざなみ、諏訪神社の神谷城、下社、なども、両部曼奈羅になぞらえられた。両部神道の方がは、仏教伝来にまでたどることができる。 仏教伝来により、日本古来の信仰であった神道も多大な影響を受けた。日本の神々も仏法による下脱を望んでいるとして、神前度教が行われるようになり、神社の境内に神宮寺が建てられ、仏像の影響を受けて、神像も制作されるようになった。やがて8世紀末頃から、日本の神々は、仏と同体と考えられ、本寺である仏が、 日本の人々を救済するために仮に神に姿を変えて現れたとする本次衰弱説が発生し、後の神仏集合思想の基礎となった。平安時代後期には神道を理論的に説明する教説として僧侶による仏家の神道理論が成立した。当時の仏教界の主流であった密教二宗のうち、天台宗の教えを取り入れたのが三能神道。 新言宗の教えを取り入れたのが、両部神道である。両派とも大払い言葉の解説や、危機神話などに登場する神や神社の祭神の説明が、当時の仏教界の主流だった密教の教義を用いてなされている。いずれも、最長、空海などに戦者を固くする神道書によっており、各神社の秘伝として伝授され、また一部は、主言道などを介して民間にも知られていった。 これらは、鎌倉時代に理論化され、後世多くの浸透説を生み出していった。これらの浸透書のうち、後世に最も大きな影響を与えたのが、第五天皇が、上泉園に出現した流女から受けた秘伝と称する、霊気器である。この書は、伊勢神宮に関する神言密教に基づいた、新規説を修正しており、南北朝期以降、日本初期と並ぶ中世神道の最も重要な、 聖典とみなされるようになった。両部神道は、後の神道説の展開に大きな影響を与え、中世には集合神道説の主流となって、五流神道、三和神道などの多くの分流が生じた。しかし、鎌倉時代末期から南北朝時代になると、僧侶による神道説に対する反動から、逆に神こそが本事であり仏は、 仮の姿であるとする神本仏弱説を唱える伊勢神道や吉田神道が現れ、江戸時代には神道の主流派の競技となっていく。幕末から明治維新にかけ、明治元年に出された廃仏希釈及び神仏分離により、両部神道は壊滅的な打撃を受け、神道競技の主流派の地位を失った。ありがとうございます。